ハローデブリワン、デブデブ待たせたな。はい、ということでどうも皆さん、太一でございます。最近ラファエルさんのクッキング動画を見て、あれ、あの冷蔵庫どっかで見たことあるなと思ったんですよ。見てください、ラファエルさんと同じ冷蔵庫を使っていたということに最近気づきました。さあ、ということで今回の動画は何かというと、大食い動画をやりたいと思いますよ。やっぱ YouTube では大食い動画ってやっぱ結構ね、人気があったっすよ。まあそういう俺も他の方がやっている大食い動画なんかね、よく見ちゃうんですよね。ということで今回食べるのはこちらです。こちらですね、僕のマミーが熊本の方にですね、ちょっとお仕事で行った時にですね、お土産で買ってきてくださいました。味仙ラーメンということらしいんですけども、味仙ラーメン、こちらに3つ味仙ラーメンの袋があります。1袋2人前、つまりこちら6人前でございます。おいおい、いくらなんでも6人前はヤバすぎピーポーよ。いやー、これはきついでしょ。で、うちもね、木下優香さんみたいにね、こんなバカでっかい丼みたいな皿があればね、いっぺんに作れて楽なんですけども、あいにくうちにはこういった普通の丼しかございません。で、今回は1袋ずつ、まあ、ここに入れて食べて、で完食して、また麺を入れる、まあ、替え玉方式みたいな感じでやっていこうかなと思います。ということで今回はまあこれを使って1袋ずつ食べていきたいと思います。はい、ということで完成いたしましたよ、こちら。ちょうどメンマとネギがあったのでね、それを入れてみました。いい感じ。いや、これだけでも結構な量ありますよ。これちょっとメガネ外そう、曇っちゃうんでね。味仙ラーメン大食い始めたいと思います。いただきまんぼー。あ、うまいな。これはなんか香ばしい醤油っていうか焦がし醤油みたいな味がする。うん、いや、ほんと木下優香さんたちとかこういうの余裕でペロリって食っちゃうけどさ、どうなってんだろうね、あの人たちの胃袋は。うん、やっぱ胃袋を拡張するそういうトレーニングみたいのしてるんすかね。これ麺が半生なんですよ、だからね、美味しい。半生はやっぱ美味しいですね。豚骨といってもね、それほど臭くはないんですよね、これ。うん、そろそろ1袋目終わりそうなので2袋目をね、茹でていきたいと思います。あの、1袋目、まあこれ2人前、まあつまり大盛りの量なんですけど、全然ね、今んとこ苦ではないですね。結構余裕、今んところは。うん、ということで、1袋目は完食しました。さあ、2袋目いきましょうかね。ということでちょっと味付けを変えようかなと思います。こちら海苔キムチでございますね。ニンニクおろしを、ほんのちょっと入れたいと思います。付属されてたやつのタレですね、それをちょっと入れて味をね、ちょっと復活させます。味が戻ってくるんではないかなと思いますけど、うん、うんうんうん、うん、あー、ここに溜まっている麺をちょっと奥にね、行かせたいと思います。まあさすがに4人前はね、結構厳しいものがありますね。どうした太一、お前はこんなもんか。ここで諦めていいのか。お前最初なんて言った、6食6人前食べるんじゃなかったのか。え、お前はここで終わっていいのか。止まるんじゃねえぞ、止まるんじゃねえぞ、止まるんじゃねえぞ。皆さん本当に申し訳ない、マジでやばい。
ギブアップでお願いします。すいません、ごちそうさまでした。いや、2袋でギブですね。いや、いけると思ったんだけど無理ですね。所詮俺は残念なデブっていうことですかね。